これを買ったら、ガッキーみたいになれるって聞いたんで、信じて買いましたはい、どうも、えー、体重128キロ。一番重い時は170キロあったことも僕が、太ってる人、ダイエットしたいなと思ってる人、太ってる人の生態に興味ある人向けに、毎日投稿で YouTube に、デブ情報とダイエット情報を中心に動画を上げていきます。ので、今日はですね、えー、リングフィットアドベンチャー買いましたーっていう、これでね、頑張っていきたいと思いますっていうのと、あとはね、えガッキーみたいになれると思うんですけど、ガッキーについてでね、あの、 撮ってる人、まあ僕だけかもしれないですけど、なんか、皆さんね、もしね、自分が男だったら女だったらっていうね、異性だったらっていうね、なんか妄想っていうかね、なんか、イフの話ってね、考えることあると思うんですけど、これにまつわるね、僕が思うことをね、喋っていきたいなと思ってます。ぜひね、最後まで聞いていただいて、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。いいねもお願いします。それレで話していきます。まずはね、リングヒットアドベンチャーですね。これね、あの、ニンテンドスイッチ用のソフトで、去年発売したんですけど、えっ、ー、とね、楽器、荒垣結衣さんがね、CM やってて、もう本当にね、なんか、 可愛らしくて、みんなこうなりたいなと思いながら、あと効果もなんかすごいらしくて、なんか結構ね、なんか、運動いいらしくて痩せやすかったりとか、なのかななんか僕もいまいちよくわかってないんですけど、なんかダイエット人形って聞いて、なかなか今暑すぎて、外行けなくて、運動することができなくて、まあもね <laughs>、在宅がちで、今、在宅がちで、今こんな状況なんで、運動量が減ってて、やばいなと思ってて、痩せてないんですよね。全然痩せてないんで、 痩せなきゃいけない、なんか体調のためにもね、痩せなきゃいけないっていうのがあって、とはいえなかなか外で運動っていう風でもないんで、もうリングフィットアドベンチャーでね、暑いんで、リングフィットアドベンチャーで涼しい部屋でね、ニンテンドースイッチのゲームでね、室内でダイエットだったり、あと筋肉も多分つくと思うんで、ついたらいいなと思ってね、買いました。ね、思い切って買ったんで、やってってね。 もう、ニンテンドスイッチごと買ったんで、僕、ニンテンドスイッチ持ってなかったんで、これやるためにね、これやるためだけに、ニンテンドスイッチもね、もう、かなりきついなと思いながら、ボーナスの、泣けなしのお金で買って、買ったんで、なんとかこれで健康になれたらなと思います。あとはね、これはね、まあ、体のサイズ関係ないんで、太ってても関係なく使えるんですけど、このリングは。えっとね、こっちね、こっち。こっちね、太ってる人に朗報なんですけど、これ、 これね、足に巻くんですよ。Nintendo Switch のコントローラーが、1個はこのリングについてて、手の位置とか分かるようになってて、で、1個はね、この、足のベルト足に巻くベルトに付くんですけど、このベルトが、このね、結構、長さ、この細い、足細い人でも、足太い人でも調整できるようになってるんですけど、とはいえ、なんか僕みたいにだいぶ取ってる人、見てる人でもね、撮ってる人いると思うんですけど、あの、なかなかね、本当に、 太ってても使えるのかっていう懸念があって、僕買ったはいいんですけど、使えるのかなと思ったんですけど、これね、伸びるんで、全然いけますね、これ。これ、僕も実際つけてみたんですけど、全然、まあちょっと、ぴったりっていうかね、き、きつめかなっていう風だけど、別に運動の支障になる感じでもないし、僕、128キロでもいけるんで、ただ多分ん、たただ太ってる人、なんか筋肉ムキムキのラグビー選手の足とかじゃなければ、ただ太ってるだけだったらいけますね、これ。リングフィットアドベンチャーの足のサイズ、 足の太さ、太ってる人ね、気にしてる人いたら、あなたが買っても多分使えるんで、僕と一緒にやっていけたかなと。買えますよっていうね、太ってる人に朗報ですね。リングフィットアドベンチャーのベルトは、太ってる人の足でも入るよっていうのをね、128キロの僕でも入ったんでね、自信持って買っていただければなと思います。でリングフィットアドベンチャーについてはそうですね、これ、なんかやってみて、どうかなっていうのはまだやってないんですけど、開封だけしてすごいテンション上がってて、ね、頑張って買ったんあの、無理して買ったんで、やっていこうと思ってますっていう話と、 あとはね、この、楽器がやってるんですけど、なんかみんなね、女の人でもね、楽器みたいになりたくて買ってるっていうところあると思うんですけど、やっぱイメージキャラクター大事なんで、こうなれたらいいなっていう、楽器みたいになったらっていうのあって、で、なんかね、やっぱりね、なんか、誰でもね、考えると思うんですけど、なんか、僕もね、生まれ変わったら楽器になったら楽しいだろうなっていうところあるんですけど、これね、なんか、異性になったらって考えるときありませんなんか、異性になったらって考えるときあるんですけど、生まれ変わったらとか、なんか生まれ直したら、 なんか男じゃなくて女が良かったなとか、女性の方だったら女、あの女がの子じゃなくて男の子が良かったなとか考えることあると思うんですけど、これ僕の中でなんか自分の中で都合がいいなっていうか、勝手なこと言うなよってこう不思議だなと思うことがあって、自分が女の子だったらどうかなと思った時に、その女の子が、例えば性別変わったわけじゃないですか、その性別変わった時に、太ってなきゃダメじゃねっていうその、なんかあの、勝手に痩せた女の子になったことを想定して、 女の子だったらどうかなとか考えるんですけど、例えばガッキーだったらどうかなーとまで言わなくても、なんか、そこまで贅沢言わなくても、なんか、女の子だったらどういう生活かなとか、どんな人生だったかなって考えたときに、その時の自分、あの、腰、女性版、腰コ子コちゃん、腰子ちゃんしょうがねえな、女性になったときのことを考えるときに、本来、その性別だけ入れ替えてるわけだから、僕が128キロだとしたら、まあ女性になったから、まあ100キロぐらいの女の子を想定しなきゃいけないんだけど、 そうじゃないよね。その、なんか、勝手に60キロとかのなんか、なんか、スッシュッとした、ね、なんか、ガッキーじゃないにしろ、ガッキーぐらいのね、女の子を想像してるような気がして、女の子だったらどうかな、もっといい人生だったかなと思うけど、冷静に考えたらなんか、異性だったらっていう想定なんで、その、性別が違ったらどうなのかなっていう風なんで、その、なんだろうな、太ってる女の子じゃないといけないのになんか、なんかね、性別変えただけなのに都合よく、 女の子になったらどうかなって考えるときは、なんか痩せた女の子になってるのが、なんか自分の妄想なのに自分にずるいなと思いますね。なんか、うん、なんか皆さんどうですかねその太ってる人限定だと思うんですけど、太ってる人は、やっぱ異性だったらって考える時あるじゃないですか。その女の子だったらどうかなとか男の子男だったらどうかなって考えるときに、あの、なんか逆になってるような気がしてて、 そう、なんか勝手に体重減らしてる気がするんですけど、皆さんどうですかねって僕はね、その女の子だったらどんな風だったかなと思った時に、その女の子が、こんな太ってるのに僕は、その想定する女の子が太ってたことはないんで、そのコシコちゃんが太ってたことはないんで、そこはなんかね、都合がいいなぁと、なんか勝手なこと考えるなぁと思いました。はい、今日はね、こんなところで。まあ、主な内容はリングフィットアドベンチャーの 足のベルト、めっちゃ太い、足人で、人、太い人でもいけるんで、多分誰でも買えますよっていう興味あるけど、ベルトどうかなと思ってて変わってない人は、買ったらどうですかっていう話と、リングデートアドベンチャーか一生懸命買ったんで、これから頑張ってやっていこうと思いますと。なかなかね、外出て運動できる時期じゃない、その、ね、なんか、ウイルス的な話もあれば、あとは単純に暑いっていうところもあるんで、あのデブショーでもともと、あの、デブのデブは、出るじゃ、デブショーは違う意味だからね、その、 うん、なかなか外へ行くことはないんで、このリングイットアドベンチャーでね、室内で快適に運動できたらなっていう話と、あとはね、その楽器、イメージキャラクターの楽器になったら楽しいだろうなっていうのと一緒で、その、女の子だったらって考えるときあるんですけど、その女の子がなんか、<laughs> 勝手に、 女の子になっただけだから性別以外変わっちゃいけないのに、なんか体重も変わってて自分が痩せた女の子になってるっていうのは、なんか自分の中で自分の妄想なんだけど、ずるいな、という思うな、思いますねっていう話でした。はい、今日は以上でえ、また明日もね、何かしら投稿しようと思ってるので、ね、ぜひね、また,た見ていただ見ていただけたりだとか、チャンネル登録、いいねをしていただけたら嬉しいです。ではまた明日お願いします。じゃあね、ありがとうございました。リングッドアドベンチャー頑張っていきます。以上です。